皆さんこんこにちは、ハイトーーチャンネルです。す。いいつもごご視聴ありがとうございます今回は10月が権利確定の株主優待銘柄のうち20万円以下で買える銘柄を5つ紹介します利回りの計算などで使う株価は2020年7月9日木曜日の終値を使っていますので参考にしてくださいそれでは証券コード順に始めます2301の学上 就職に関する情報を扱っている会社です合同の企業説明会を開いたり転職用のサイトを運営したりしています1063円 ×100 株10万6300円で500円分のクオ・カードがもらえますクオ・カードについては100株以上で一律に500円分となります株価は1月20日の高値2475円から1412円 57.1%下がっている状況。財務は帳がつくほど安心できる状態です。自己資本比率93%、DE レシオ0、流動比率1039%となっています。営業キャッシュフローマージン比率も優秀といえる19.8%です。利益率も良くて営業利益率27.6%、純利益率20%となっています。 お金を稼ぐ力もバッチリで ROE13.5%ROA12.5% です。前のきの配当金は37円で配当成功が38%でした。予想の配当金は30円、利回りが2.8%、優待利回りが0.5%で、総合利回りが3.3%となっています。財務の状況などを考えるととても魅力的な利回りです。 3134のハミー、スマホやタブレットなどのモバイルアクセサリーに特化したオンラインショップを出展している,ている,ている会社です。その他にも e コマース事業者に向けた管理システムネクストエンジンを開発提供しています。権利確定は4月と10月1897円 ×100 株 189,700 3000円円で 3, 円分のクーポンがもらえますクーポンについてはスマホケースや充電器イヤホンなどを扱っているハミー本店で使えるクーポンとなっています株主優待 ID が付与されるので買い物の際にこの ID を入力するという使い方になっています ID の利用は1回限りで買い物の額が1,500円未満の場合差額は返ってきません そして、e コマース事業者限定ですが、ハミーで使えるクーポンの代わりに、ネクストエンジンで使える1500円分のクーポンを選択することができます。株価は6月17日の高値、2015円から118円、5.9%下がっている状況。財務は安心できる状況です。自己資本比率58%、DE レシオ0.4倍、流動比率199%となっています。 営業キャッシュフローマージン比率も優秀と言える17.4%ですし利益率も良くて営業利益率15.4%純利益率9.4%となっていますお金を稼ぐ力も良くて ROE22.7%ROA13.2% です前抜きの配当金は7円で配当成功は余裕の10%でした 今回の予想は8円で利回りが0.4%です。優待利回り1.6%と合わせて総合利回り2%となっています。内容的に悪くはありませんが、配当成功をもう少し上げて利益が出ているときには、もう少し配当金が欲しい感じがします。4666のパーク24 24時間の無人駐車場タイムズを運営している会社です。 海外へも展開しています駐車場だけでなくカーシェアにも力を入れています1704円 ×100 株17万400円で2000円分のタイムズチケットがもらえますタイムズチケットについては駐車場で使えるのはもちろんレンタカーや温泉などでも使うことができます100株で2000円、1000株で5000円、5000株で1万円となっています 利回りで考えると100株の保有がベストです。株価は2月14日の高値2846円から1142円40.1%下がっている状況財務がちょっと心配な感じです自己資本比率 23%DE レシオ2.5倍流動比率90%となっています営業キャッシュフローマージン比率は優秀といえる14.4%です営業利益率7%純利益率 純利益率3.9%と極端に悪いわけではありません。財務レバレッジが効いている関係で、純利益率はそこまで高くないのに、ROE が16.8%とだいぶよく見えます。ROE3.9% は普通な感じです。前のきの配当金は70円、配当成功は88%ととても無理をしている感じ。今回の予想配当利回りは、 ゼロ優待利回り1.2%が今のところ総合利回りとなっています。7033のマネジメントソリューションズプロジェクトマネジメントの支援が中心の会社です。1189円 ×100 株118,900円で7,000円分のポイントがもらえます。ポイントについては1ポイントを1円として考えます。 ウェブサイトで食品や電化製品など,などと交換することができます。100株で7000ポイント、200株で8000ポイント、300株で1万ポイントなどとなっています。利回り的には100株保有がベストです。2年以上の継続保有だとポイントが1.1倍になります。100株だと7700ポイント。 200株,だと株価は6月22日の高値1548円から359円23.2%下がっている状況財務は安心できる状況です自己資本比率 56%DE レシオ0.5倍流動比率287%となっています営業キャッシュフローマージン比率は普通な感じで3.9% 利益率は良くて営業利益率11.5%純利益率7.5%となっていますお金を稼ぐ力があって ROE19.2%ROA10.7%、e、となっています配当金はなくて優待利回り5.9%が総合利回りとなります財務や業績が悪くない状況で 6%6% 近い利回りであれば魅力的な数字と言えます 七八五六の萩原工業。樹脂の繊維製品が中心の会社です。機械部門もあるので、一貫した生産ができるという特徴があります。千四百二十八円かける百株、十四万二千八百円で、千円分の自社製品等がもらえます。自社製品などについては、百株で千円、千株で三千円相当です。 オリジナルカタログから自分のの好きなものを選ぶことがで1000円相当の商品を紹介するとクオ・カード1000円分のほか岡山県の特産品としてマスキングテープの10個セット萩原工業が作っているなごみシートブルーシート2畳分などがありますそして3年以上継続保有の場合額が2倍になります100株だと2000円 1> 1株2,000円,円相当の商品には岡山県のものとして桃とチーズのお菓子自社製品詰め合わせとして和みシートのほか土の養生テープの詰め合わせ3つ目がアイスデザートです100株を3年以上保有した場合2,000円相当の商品が選べますがこの場合1,000円の商品を2つ選ぶこともできます 株価は1月6日の高値1725円から297円17.2%下がっている状況 PER11.4PBR0.9 ミックス係数10.4倍ということで割安感がありますさらに財務もかなり安定している状況です自己資本比率 71%DE レシオ0.1倍流動比率251%となっています 営業キャッシュフローマージン比率も12.2%で優秀。営業利益率9.2%といい感じです。純利益率も良くて6.8%。ROE もなかなか良くて8.7%。ROA は6.2%で優秀と言えます。配当金については前回34円、配当成功24%でした。今回の予想は2円増えて36円、配当利回りは2.5。 優待利回り0.7と合わせて総合利回り3.2%です財務と指標などから魅力的な利回りだと思いますそれでは今回は10月が権利確定の株主優待銘柄のうち20万円以下で買える銘柄ということで学上ハミー、パーク24、マネジメントソリューションズ萩原工業を紹介しました皆さんはこの 今回紹介した銘柄についてどのようにお考えですかご意見などどしどしコメントお待ちしています。それといつも高評価ありがとうございます。とても励みになります。これからも皆さんにとって有益な情報を発信していきますのでチャンネル登録をしていない方はぜひ登録してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。バイバイ。